平野紫仕様の1107万円の超高級腕時計に秘められた渡辺直美への憧れと夢。こんにちは、尊敬する読者の皆さん。今回は、世界的に有名な俳優であり、ジャニーズ事務所のアイドルグループ、キングプリンスのメンバーである平野仕様に焦点を当て、彼の最新の超高級腕時計にまつわる興味深い物語をお伝えします。 彼の腕に輝く時計が、なぜ多くの人々に夢と憧れを抱かせているのか、その秘密を探ります。7月30日、平野潮が自身のインスタグラムに投稿した写真が大きな話題となりました。その写真に写っていたのは、低価約869万円の高級腕時計、ロレックスではないかと言われていたのです。 一つの写真が瞬く間に世界中のファンとメディアを魅了しました。腕時計がもたらす魔法のような力、それは成功への一歩を踏み出す自信を持たせ、夢への道を照らすものとして多くの人々にとって特別な存在なのです。そしてさらなる驚きが待っていました。 8月14日、平夜は初のインスタグラムライブを配信し、そこでつけていた腕時計が話題となりました。それは、ハリー・ウィンストンのオーシャンバイレトログラードオートマティックで、その価格はなんと約1107万円。これは単なる腕時計ではありません。これは夢への情熱と成功への到達を象徴するものなのです。 ライブ中、平野はファンからの質問に答えながら、米国在住のタレントである渡辺直美への熱い思いを語りました。彼は彼女とのコラボレーションを熱望し、会いたい、と語りました。この瞬間、ファンの心は高鳴りました。渡辺直美は、アメリカで成功を収めた日本出身のタレントであり、彼女もまた、超、高級腕時計好きで知られています。 彼女のインスタグラムを見れば腕時計コレクションが彼女のサワンを飾り、その中でも特に印象的なのはリシャール・ミルのオートマティック約1510万円で日本限定40本の貴重なジャパンピンクモデルとされています。渡辺直美の愛用する腕時計は成功の主とも言えます。 パテックフィリップのノーチラス約1177万円やオーデマピゲのロイヤルオークフロステッドゴールド約520万円などそのコレクションは常に時計マニアたちの注目の敵となっています。彼女の腕時計は彼女の成功とスタイルを象徴するものとして世界中で称えられています。これらの腕時計は贅沢なアクセサリー以上の意味を持っています。 彼らは成功への努力と夢を追求する情熱の証として有名人たちの手首で輝きます。平野耀と渡辺直美のような著名な人物たちは、これらの高級腕時計を通じて自分たちの物語を語り、ファンと共有しているのです。最後に、平野耀はこれからも夢を追い続け、成功をつかみ取るために努力し続けることでしょう。 彼の腕に輝く時計は、その情熱と決意の証であり、その物語は私たちに夢と希望を与えてくれます。そして、渡辺直美もまた、自分の成功と腕時計コレクションを通じて、多くの人々にインスピレーションを提供しています。この記事を通じて、平野市洋と渡辺直美の世界を覗いてみました。 高級腕時計が持つ魔法のような魅力、成功への情熱、そして夢の実現への道のりを感じていただけたでしょうか。これからも彼らの素晴らしい物語を注視し、応援し続けましょう。高級腕時計は単なる時計以上のものです。それは成功への死であり、夢を追求する情熱の象徴です。平野志洋と渡辺直美のような著名な人々は、 これらの腕時計を通じて自分たちの成功と情熱を表現しファンと共有しています。彼らの物語から私たちは多くのことを学び夢への希望を見出すことができます。どうぞこれからも彼らを応援し続けましょう。読者への挨拶最後にこの記事をお読みいただきありがとうございます。高級腕時計が持つ魅力と 平野のしと渡辺直美の成功への情熱についてお伝えしました。これからも夢を追いかけ、成功をつかむために、彼らのような情熱を持って努力しましょう。ありがとうございました。